こちら苦手レスキュー999。虫が苦手、動物が苦手、はたまた人間関係が苦手。この番組は苦手レスキュー隊員のケイタニーが地元静岡の皆さんの苦手をレスキューするラジオプログラムです。合言葉は読み取る、聞き取る、受け止める。苦手レスキュー999。静岡の皆さん、明けましておめでとうございます。ケイタニーです。2021年もたくさんの苦手の SOS が届いています。早速苦手を紹介する前に、本日のスペシャルゲストを紹介したいと思います。苦手スポーツ界伝説の実況アナウンサー、実況一郎さんです。どうぞ。決まったー、オーバーヘッド、同点、追いつきました。静岡県東海3県昇格へ、執念の1点。静岡県東海3県リーグ昇格をかけた運命の試合、挑戦者の静岡県、悲願だった東海3県の称号まであと一歩となりました。長かった、あまりに長かった。静岡、今夜歴史を塗り替えるか。それでは今年最初の苦手を紹介したいと思います。浜松市三ヶ日にお住まいのラジオネーム、元旦生まれの元旦区さんの苦手です。私はお正月の鏡餅のみかんが苦手です。餅の上に乗っているみかんにどう接すればいいのか分かりません。見ているとなんとなく話しかけてもらえたそうな雰囲気を醸し出していますが、神様のように敬えばいいのでしょうか。いつもはこたつの上にいて自分の一番近くにいる存在だったみかんが、この時だけはなんだか遠くに行ってしまったような複雑な気持ちになります。この気持ち一体どうすればいいでしょうか。というわけで、本日の苦手は鏡餅のみかんが苦手。その苦手しっかり受け止めました。実際みかんはどんな気持ちでいるのでしょうか。早速僕と実況一郎さんがみかんの心の声を聞いてきました。それでは実況をしていただきます。実況一郎、みかん1グランプリ決勝最終審査発表。皆さん、大変長らくお待たせいたしました。この1年で一番輝いたみかんを決めるみかん1グランプリ、略して M1、 頂点に輝くのはどのみかんなのでしょうか。すでに審査員の皆様には投票を終えていただきました。あとは最終審査の発表を残すだけです。それでは行きましょう。今年一番輝いたみかんはこのみかんです。というわけで、餅の上にいるみかんはみかんナンバーワンを決めるグランプリで優勝していたことが分かりました。大会のために1年間練習を重ね、みかんもいろいろ大変だったのですね。みかんも優勝の気分に浸りたいと思いますので、優勝おめでとうと声をかけてあげたり、拍手をしたり、一緒に写真を撮ってインスタなどにアップしてあげるとみかんも喜ぶかもしれませんね。今日もお付き合いいただきありがとうございました。2021年も読み取る、聞き取る、受け止める、苦手レスキュー999、よろしくお願いします。苦手なものがあったらレスキュー、牛乳苦手なあの子もレスキュー、一人で悩まずこちらに電話して。苦手レスキュー、トリプル。